当店にしかないこのグラスを使った香りのタイミングというものと、アルコールの単品とノンアルコールの単品ペアリング、見なさいますか？はい、見なさいました。スパークリングワインか白ワイン、ノンアルコールだと当店オリジナルブレンドの和紅茶でお持ちしたんですけども、はい、スパークリングワインで、スパークリングワインで、はい、見なさいました。本日はシャルドネという品種を使ったバンムスーというスパークリングワインをお持ちしました。ありがとうございます。まず最初の一杯は何も香りをつけずに、はい、そのままのバムスの味をお楽しみくださいませ。ではまずはシェフからご挨拶代わりの一品でして、はい、この特徴的な周りのプレートは清水焼き、はい、シェフがデザインを行っております。この銀色の瓢箪と周りの朱色のシルエットの瓢箪、うん、数を合わせていただきますと、はい、6つで無病箪、お客様の無病息災を願ったそんな作品でして、はい、ここにマスをあてがうことで、はい、ますますのご健康とご繁栄を願う、そんな一品でございま す。このマスの中にある卵の殻、京都の美山町というところで平飼いされた卵を使ったフォアグラのプリン と京都の土ごぼうのムース2層で並べております。中にはレーズンとエビ味噌のソースとクリームチーズが入っておりますので、お手前のスプーンですくい上げてライスの香りをお楽しみくださいませ。本日は夏の思い出をめぐるコースをご用意しておりまして、はいはい、最初に記憶のアルバムをお持ちしておりました。アルバム、はい、こちら開いていただきますと、はい、3つのお作りと3つのお写真ご用意しております。本日上から本マグロ、ケンサキイカ、シマアジでご用意しております。海での思い出、森の外れの音、あと祭り林を耳に傾けながら一口でお召し上がりくださいませ。香りのペアリングスタートします。はい、この木箱の中に入ってますのが、すべて食材から抽出した芳香蒸留水でして、うん、香りだけの部分でございます。香りだけなので、味自体は変わらないんですけども、はい、味覚のほとんどは嗅覚と言われておりますので、脳が錯覚して、毎回違った味わいに変わっています。このお作りのソースに合わせて、レモンの香りを、はい、レモン、そして当店では、はい、パンではなくてお寿司をお料理ごとにお持ちしておりまして、はい、おうちのシェフがまずお寿司から修行に入られたので、それにちなんでお持ちしてます、はい、最初に大トロの握りをお持ちしてまして、はい、この握りたての一番美味しい温度帯ですね、人肌の温度をキープするのに、この石を少し温めてお持ちしてますので、なるべく早めにお寿司をお召し上がりくださいませ。順番にご案内します。まずは海なんですけども、はい、今夏の朝曇りがかかっておりまして、はい、見えない状態です、はい、シェフからの魔法で霞を晴らしていきたいと思います。トンネルを抜けた先にある夏の青い海をイメージしてまして、右側に透明の折り紙を用意しております。こちら開いていただくと、はい、お料理の下書きが書いてあります。次はローズマリーの香りを、お次のお寿司がヒラメでして、はい、ハイワタの塩辛が上に載せてあります。横に添えてあるすだちを絞るとさらに美味しいので、はい、ぜひ絞ってお召し上がりくださいませ。
こちらから森の神へと移り変わります。こちらは京都の貴船の川床をイメージしたお料理でして、左側に名物の流しそうめんをお持ちしております。こちらは茹で上がったそうめんに山椒のオイルを比べまして、最後にすだちの酢をかけて香り付けされた鮎そうめんですね。右側には新鮮な鮎を丸々一匹使った鮎のマリネと骨せんべいをご用意しております。ぜひ紅葉を眺めながら納涼をお楽しみくださいませ。次は梅干しの香りを合わせております。梅干し。お次のお寿司は鮎でございます。はい、こちらで丸々1匹分お客様の前に鮎をお持ちしておりますので、お寿司の方にはからし酢味噌とバジルソースを合わせております。川床で涼んでいただいたので、次は川辺で水切りをしていただきます。グシェールというチーズが練り込まれたシュー生地でして、中に生ハムのリエットを挟んでおります。お隣はバルサミコのソースで水しぶきを表現してまして、この石がポチャンポチャンと黒い器の方にハムを焼きながら飛んでいく予定ですね。なるほど。黒い器の方に天使の指の辛いふ揚げをご用意してまして、ご一緒に右のお皿にはうなぎと夏野菜のブレゼ、真ん中のお皿には小芋の唐揚げと京番茶で燻製した自家製のベーコンをお持ちしてますので、ぜひ川辺で水切りをお楽しみくださいませ。では次はよくスパイスとかカレーの使われるローリエという香草類の香りをつけております。はいはい、ございます。お寿司も同じく天使の指をお持ちしておりまして、お寿司の方にカレーのオイルをかけてありますので、こちらでローリエの香りと合わせております。次から夏祭りへとテーマが追加ありまして、よく二条城なんかで開催されてますアートアクアリウムのキングスクイをイメージした器でお持ちしています。で今度は滋賀県の信楽焼きという陶磁器を柄杓の形ですねお持ちしてまして、中には石川県の郷土料理鴨の地煮をお持ちしております。そしてこの水面を彩る付け合わせの中には金魚草と呼ばれる食べれるお花2つご用意してますので、はい、ぜひ探していただいて金魚すくいを
お楽しみくださいませ。ありがとうございます。お次は和テイストでいったごまの香りをお持ちしています。その自分にも出汁がベースでして、はい、出汁のカツオの立つような香りとごまの立ってくる香りを合わせております。最後の寿司が炙りタチウオですね。タチウオの上にはタプナードソースというニンニクとかケッパー、オリーブをみじん切りにした混ぜたソースを合わせます。祭りのシーンでして、今度は桃色の鯉に染まるピンクの綿菓子をイメージしております。今が旬の桃をふんだんに使ってまして、はい、下から桃のガナッシュにシフォンケーキ、アイスにスプーマ、そしてお手前に桃のコンポートと白ワインのジュレをお持ちしています。この刺さっているのが綿菓子の取っ手をイメージしたほろ苦いココアのクッキーですね。ガラスの竹筒に入った桃酢のソースをかけて完成でございます。こちらのデザートに桃酢の酸味が加わりまして、はい、甘酸っぱい濃い味を表現しておりますので、最後はバラの香りを合わせます。夏の最後は花火大会で締めていただきます。じゃあ実際に嵐山で 40、50 年前まで上がっていた花火大会を設定しまして、渡月橋と4つの花火をお持ちしています。柚子のガナッシュが挟まれたマカロン、そしていちごの常用まんじゅう、お次がお抹茶のういろうにグレープフルーツの羊羹をお持ちしてますので、ぜひ最後は渡月橋から花火大会をお楽しみください。こちらのお抹茶も鮮度にこだわりがございまして、毎朝近所のお抹茶屋さんが引いてくださったものをいただいてからお客様にお出ししているので、他のお抹茶よりも爽やかな香りをお楽しみいただけると思います。最後に、当店のすべてのお料理のテーマが載った紙をお持ちしてましたので、皆さんご覧になってみてください。アマナというチョコレートブランドも、あ、はい、しておりまして、お抹茶、ほうじ茶、柚子で